せーの、おたまパギーディオナカボイスです。ドラゴン、テージマロ、マドミ、マナシ。今呼吸しただけじゃない。何だよ、さっきねだったんで。真ん中がボケるから村富さんがなんか動揺してたでしょ。はい、というわけで、今回の企画はですね、はい、皆さんリアルアキュアボイスということで、もちろん漫画は好きですよね。漫画好きです。はい、じゃあ漫画がどれだけ売れてるかとか分かります？好きな漫画が売れてるか、そう、その発行部数を今回は多い順に並べるゲームをしたと思います。つまり漫画発行部数多い順に並べるゲーム。おー、まあ、こちら難しいのがね、結構その人気があれば発行部数が多いとは別に限らない。あ、そうですよね。そうですね、関数が多ければ多いと結構その分ね、発行された部数多くなるので、 ね、そういうところもちょっと読んだりとかね、していただけたらと思います。それでは早速やってみましょう。というわけでみんなでね、ホワイトボードをね、持っていただいて、はい、今からね、1、2、3でこう3つの作品を言います。で、そしたらその、自分が思った順位順に1、2、3を上から順に書いていただく。では行きたいと思います、はい、まず最初の問題でございます、はいはい、ナルトが1番、ナルトが1番、これは売れてるよ。そして、2番がゴルゴ13。おお、めちゃめちゃ部数あるですね。なるほどね。3番がドラゴンボール。はい、こちらを多い順に上から番号で書いてください。はい、1番ナルト、2番ゴルゴ13、3番ドラゴンボールです。さあ、どれもレジェンド級の作品ですよね。どれもレジェンド。ゴルゴ13とか読んでます？はい、読んでます。あ、読んでます。ゴルゴ13は世代によって読んでなかったりとかね、すると思います。ゴルゴ13何巻ぐらい出たんだ。さあ、そこも問題ですよね。さっきのね、発行部数だから13巻だしね。ました。はい、では行きたいと思います。じゃあドラゴンさんから発表していきましょうかね。はい、じゃあ僕はこちらです。でん、3番、2番、1番ということは、ドラゴンボール、ゴルゴ13、ナルト。おー、ということになりましたね。じゃあ次はツーシー行ってみましょうか。自分は、はい、3、1、2。お、3、1、2ということは、ドラゴンボール、ナルト、ゴルゴさん。あ、なるほど。じゃあ続きまして、ネス、いきましょうかね。ドラゴンさんと一緒かな。お、3番、2番、1番ということで。じゃあそして続いて、村富さん。いや、これ間違いかな。え、俺も同じなんですよ。間違いかな。ネスと一緒ってことですね。ネスとドラゴンと同じ。うわ、俺だけだ。ゴルゴさんってめっちゃね、確かね、何百回そうだよね、出てるから。すげえ感がある。そんなにあるんすか。結構ある、はい、うわ、ゴルゴさんの知識が。でも確かにあるわ。あるでしょ。それでは発表します。やると好きなんよ、はい、でも分かるよ。こちら発行部数第1位はこれで合ってるかも。分かる。ゴルゴ13。そして2位がドラゴンボール。やば。3位がナルトでございます。ゴルゴ13さん、ごめんなさい。はい、でもこれいいサンプルになったね。そうね、これが次の問題ね、生きると思いますね。はい、まあ、世界でまた売れたってなるとまたちょっと違ってくるんですけど、まあ、これは日本の部数ですね。あ、日本の部数ね。あ、なんか若いから考えちゃった。日本の部数が入ってる。あ、そうなんだ。そう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 。何言ってくんない。あれ言ってくれなかったから俺は間違えちゃった。間違えちゃった。正解です。あ、オッケー。じゃあ2番から楽しみですね。当ててもらいましょうか。いきますよ。そこだよ。頑張るぞ。よし、じゃあ行きたいと思います。次の問題はこちらでございます、はい、スラムダンクが1番、そして2番がコチカメ。コチカメ来た。で、3番がおいしんぼでございます。おいしんぼか。強いんだよ。なんだろう、このジャンプジャンプ1個だけ違うみたいな。そう、おいしんぼも100巻超えてます。そうなの。そうだよな。 OK、 じゃあ今回は村富さんからいってみようかな。はい、じゃん、2、3、1。こち亀、おいしんぼ、スラムダンク。あ、スラムダンクが一番最下位と。いや、名作だけどね。こち亀はもう100巻ぐらいあるか。はいはいはい、はい、だから関数的にはね。そう、スラムダンクは31巻の草しのぐらいですよね。だから関数で、はい、最近あの村さんと同じ人っていく。はい、お、あ、はい、ちなみに俺もなんですよ。おっ、おい、全員3、1。おもんな、まあ、本気で当てにいってるから。イメージが確かにしやすいんだろうね。じゃあこちら早速発表しちゃいましょうかね。気になる気になる。はい、こちらのランキングは1位、こち亀。はい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 、当てる、当てる、2位当てる、当てる、きた。2位おいしんぼ、3スラムダンク。正解。ほら、来た、ほら、すごいすごいすごい。3問目いきたいと思います。
皆さんお待たせしました。1番ブリーチ、あー来た、はい、そして2番が鉄腕アトム、あーアトム、アトム分かんねーよ。そして3番がはじめの一歩、うわー一歩来た。さあこちらですね、1番ブリーチ、2番鉄腕アトム、3番はじめの一歩。ブリーチが好きです。まあ、そういうの反映させてもいいよ別にね。じゃあドラゴンさんからいこうかな。じゃあこれ、ま、ちょっとさっきと順番同じなんですけど、こちらですね、321で初めの一歩、鉄腕アトム、ブリーチと。じゃあ続いてトゥーシー。鉄腕アトム、初めの一歩、ブリーチ。ああブリーチが一番好きと言ったのに一番最後に持ってきたねトゥーシーはね。じゃあ続いてです、はい、初めの一歩、ブリーチ、鉄腕、初めの一歩人気強いですね、結構ね、多いですね、はい、俺も同じなんですよ。あ、本当だ、初めの一歩、ブリーチ、鉄腕、はい、こちら1位がブリーチ。おーごめんブリーチ。そして2番が鉄腕アトム、おお3番がはじめの一歩です。一番下、そう実はそうなんです、これはちょっと意外だった、はい、そろそろじゃあ位置抜けしてほしいですね、誰かね。いやまあちょっとみんなと一緒なのやだな。いや確かに俺もネスと一緒やだ。1回しかないだろと思って。じゃあ続きまして第4問目でございますね。まず1番目がハンター、ハンター、あー、来ましたね、ハンター、ハンター、はい、そして2番が筋肉マン、そして3番が鋼の錬金術師、鋼、じゃあ村富さんからいってみましょうか。はい、皆さんが筋肉マン、うん、ハンター、ハンター、鋼の錬金術師、おー2、1、3、じゃあ続いてです、ハガレン、筋肉マン、ハンター、おー、なるほど、なるほど、ちょっと逆っぽい感じですね。じゃあ続いてトゥーシー、僕ね、と一緒です。おお、やっぱ世代が出てきますね。なるほど、オッケーです。じゃあドラゴンさん。ですね、バーンっていう感じで。これは。1位がハンターハンター。ハンターハンター。で、2位が。あ、俺とキャンマン。うん。逆だろ。で、最後が、アガレノ錬金。あ、じゃあまんま来るということですね。さあ、じゃあこちらがどう出るかということなんですが。はい、今度ずらしていきます。発表したいと思います。1位が。1位が決まる。筋肉マン、あ、に、村さんだけ可能性がある。そう、いや、これ来たぞ。そして、2番が、ハンターハンター、お、そして3番が、ハゲネギです。まさかの村さん、村さんが1抜け、ボーン出ましたね。ハガレが一番下なのかな。もっとね、うん、違うと思うんですけどね。でもこれ、ほんとね、ほんとビサでございました。やっぱレジェンドは強しということでしたね。続きましてですね、これね、スポーツ漫画で縛っております。まず一つが伝説的な作品ですね、ドカベン、一番ドカベン、ドカベンね。そして2番がハイキュー、ハイキューね、最近記憶新しいですね。3番が、テニスこと、テニスの王子様、テニプリ。じゃあ発表していきましょうか、はい、じゃあドラゴンさんからいきましょうかね、はい、ドン、お、3、2、1ということは、テニスの王子様、ハイキュー、で、ドカベン。おー、なるほど、なるほど。やっぱ女性人気が、やっぱ圧倒的にあるんですよ。あー、女性人気いいとこつけますね。女性強いですからね、今ね。ドカベンは古いんですけど、やっぱりそのね、なんかこっちの方が発行部数的には多いんじゃないですか。いやー、なるほど、なるほど。この2人と一緒な人はいます。ドラゴンさん、あ、これと村さん。あ、やっぱエスピスとルーツ分かれますね。世代で分かれるんですね。じゃあ、トゥーシー。3、2、あ、一緒一緒、おお、すごい、エスピス VS ルーツだ、これ発表したいと思います。はい、1位が、はい、テニスの王子様、あ、やっぱり、うわー、やっぱり絶対王子様になってんだよ。そして2番がハイキュー、最後のドカベン、ルーツ勝利、ルーツ勝利でございます。今のところ1位が村富さん、2位がドラゴンさんでね、はい、じゃあ続いていきたいと思います。まずイニシャル D、 おー、大好き、ね、ヤンマがフルバのね、やつですね。そして、ネスが大好きな静かなるドン、おー、静かなるドン、静かなるドン、実写化もされてますよね、大好き、大好き。そしてクローズ、クローズ、クローズ、これ難しいな、これ超難しいですね。ちなみにもう言っちゃうと、発行部数もかなり僅差です。これはね、お、自信ありますよ、いけますか、みんなできた、はい、できました。はい、じゃあ今1番をトップしてる村富さんからね、はい、いきたいなと思います、はい、どうぞお願いします。イニシャル D、うんうんうん、クローズ、静かなると、おお、なるほどなるほど、132、132、他に今いますいないですね。じゃあ続きましてトゥーシー行ってみようかな、はい、312、クローズ、クローズ、イニシャル D、 静かなると、あ、なるほどなるほど、クローズの、いや、イニシャル D とクローズで迷って
一ただクローズ映画化で実写化で跳ねたんじゃねえかなーと思い、なるほどなるほど、なんとなくわかりますね、僅差らしいからね、うんうんうん、じゃあ、はい、ドラゴンさん行ってみましょうかね、はい、単純に1、2、3で、お、1、2、3イニシャル D、うん、静かなるドンクローズ、なるほど、ね、これはもうカウル的な感じでしたね、そうそうですね、あ、というよりもまあイニシャル D ってやっぱりね、車のなんかやっぱアニメになってたりとかして、よく環境で考えたら俺やっぱ車の中で読んでそうだなみたいな、あー、なるほど、コレクターというか、はい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 、車ってオタクじゃないですか、みたいな、確かに確かに、だから本とかもすごい揃えてそうだなみたいな、あー、根強い人気がね、確かに、車のなんか方言を飛んで攻める、宇治原豆腐店やん、そうね、そうね、めちゃめちゃ面白いですよ、めちゃくちゃ面白い、じゃあ、発表したいと思います、はい、イニシャル D 来てくれ、まず1位、お見事、イニシャル D、 あー、よし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 、ここからよ、ここからですね、ここから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 、2位か3位、じゃあ、2位3位連続でいきますね、2位クローズ、3位静かなるドーン、すごい、村さんすごいよ、村さんすごい、どうした村さん、今日なんか冴えてる、冴えてるな、次いきます、釣り吉三平、はい、1番が釣り吉三平、2番が七つの大罪、3番が犬夜叉、犬夜叉、犬夜叉か、釣り吉三平を知らない、釣り吉三平は確かにちょっとねお父さん世代かもしれないですね、犬夜叉もすげえ人気ありましたからね、犬夜叉は人気だでだって俺らが小学校の頃、女子がもうキャキャしてた、はい、確かに確かに、さあみんな決まったかな、決まりました、はい、じゃあ今回も1番の村富さんからいこうかな、はい、猿しか知らない、あ、はい、村富さんの感じになりますね、はい、2、3、1、7つの大罪、犬夜叉、釣り木三平、あ、なるほどなるほど、じゃあ熱いってみようか、次、犬夜叉、三平、七つの大罪、犬夜叉、三平、七つの大罪、なんかちょっと大穴狙いを、ああ確かにね、違うだろうなと思った方に、うんうんうん、なんか三平をね真ん中に入れるとかね、あるありですよね、さあ続いて、トゥーシー、はい、お願いします、犬夜叉、七つの大罪、三平、三平、七つの三平、あ、同じなんだ、もうこれも史上ですけど俺ね、あの七つの大罪が大好きです、結果、はい、まず第1位、犬夜叉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 、そして三平来い、サバンガ、鶴吉三平、最下7つの大罪です、これ難しいわ、よう当てたな、これな、すげえわ、すごいすごいな、よし、ラスト問題こちらでございます、モンキーターン、モンキーターン、はいはいはい、はい、寄生獣、寄生獣じゃん、スケットダンス、はい、モンキーターンが1番、寄生獣が2番、スケットダンスが3番でございます、ちなみにあのどれもアニメ化はしてます、うん、それでは、じゃあこれはドラゴンさんからいこうかな、 OK、 俺からいきますか、はい、はい、じゃあにゃん、はい、はい、1位は寄生獣で、うん、2番目がモンキーターン、あれ、うん、で3番目がもう一個のスケートダンス、スケートダンス、あ、スケートダンス、一緒、あ、こんなことある、まあ面白い、変えるならいますよけどね、変えるならいますよ、確かに、じゃあ誰か変えるって人いますか、最終問題なので差がついた方がいいです、じゃあ俺も変えようか、じゃあこうしました、それはないっすわ、あんま漫画変わらないやつが勝ってたんですよ、大穴狙いだから、はい、それではあるかもしれない、それではじゃあ行きたいと思います、ない1位、じゃあ今寄生獣、これで取れたらもう終わり、スケットダンス、あーうわーマジで、えいいね、えびっくりですね、えちょっと待って、いいよ、はい、1位当たったよ、はい、早くに当ててるみたいだね、はい、これでね、2番これ で, これで2位寄生獣、3番がモンキーターンでした、え、マジで、はい、スケットダンス、マジか、はい、はい、というわけで、じゃあ結果発表でございます、じゃあ皆さんポイントの方はいくつでしたでしょうか、はい、1、トゥーシが1、はい、はい、私2です、2、3、4、村富さん優勝、すごい、トゥーシがいい、いや、すごかったですね、というわけで今回の企画いかがだったでしょうか、はい、皆さん楽しかったですね、あ、これ面白かったな、逆になんか、ま、漫画好きなね、やっぱマロンさんにも入って、あ、確かに今回広めてくれたんで、そうですね、次はね、最近の漫画とかも、あ、確かに僅差の戦いも、ね、最新の漫画だったりちょっとこうラノベ系とかもね、か入れてみたりとかしたら面白いと思います、はい、というわけで今回ね、発行部数を当てろゲームでした、以上でございました、バイバーイ、せいガチガチガチありがち、オタクにありがち。